チャオ、あっちゃんです。2017年第3回3月のあっちゃんに質問コーナー、第2弾のお答えしたいと思います。では、クジラさんのところからいきたいと思います。あれ、こっち間違えた。クリックした。前に、タイマー30分。30分にセットしました。はい、いきましょう。今のままのあっちゃんで動画をアップし続けていったとしても、批判コメントはなくならないと思います。そうですね。それは思います。うん。で、なぜなら、ただ単にあなたが嫌いで批判している人は、いずれ飽きて去っていくかもしれませんが、うん。多くの批判コメントを書いている人は、あなたの家族、ピュアちゃんのことが心配で見に来ているからです。そうですね。あっちゃんもそう思います。ありがたいことです。はい。で、あっちゃん、お子さんたちのために愛される努力をするのは難しいですか？いやー、精一杯愛してるつもりなんですけどね。うん。他の YouTuber さんは、謙虚に視聴者さんの意見を少しずつでも取り入れようと努力をして動画を作りをされています。そしてそれを視聴者もしっかり受け止め、そしてファンが増えていくんです。この間、ファンアンチ限定ライブ、公開しないのは子供のため、その考えは間違っていないと思う。ただ、本当に子供のためを思うなら、批判されてばかりの今のあなたのままじゃダメだと思う。確かにそうですね。うん、愛される人は、そこでまず、謝罪ができる人です。あっちゃん流で通した結果、今の状態じゃないですか。あっちゃんね、いつも思うねんけども、何でもかんでも謝罪する人って言ってるでしょ。テレビでも、バラエティでも、もうね、泣きの一回とか言って土下座して謝罪したりとか、ちょっとしたことで謝罪会見したりとか、ってやることによってね、なんか白々しく感じんのよ、逆に。だから、確かにね、間違ったと思って、これは全ての人に迷惑をかけたっていうことは謝罪しないといけないってあっちゃん思う。うん。それと、あっちゃん流で、いろんな YouTuber さんは、謙虚に視聴者さんの意見を少しずつ取り入れ、努力して動画作りをする。やれないこともないと思うの。みんながやっぱりくちゃくちゃ食べるから、くちゃくちゃでいきましょう。くちゃくちゃ食べるからくちゃくちゃやめなさいって言ったら、次の日に動画上げてね、あ、申し訳ございませんでしたって、昨日はくちゃくちゃ食べてきたので、今後くちゃくちゃないように一生懸命気をつけますって、もくって食べてね。で、また次の日ちょっとくちゃくちゃしたら、また叩かれたら、ごめんなさい、一生懸命意識してるんですけども、なかなかね、長年の癖で治んないんですよって、そういうね、しらじらしいね、動画を上げてね、視聴者さんの気を引こうとするね、そういうのあんまり好きじゃないねんね。一生懸命言われたら言われたで、あ、そうですねって言うんじゃなく、一生懸命努力しながらでも長年のことをっていう言い訳がましいことを言いたくないねん。一生懸命頑張ってんねんで、一応自分なりには、自分なりにはこれはやめていかなあかんなとかやっていて、だからなんていうのかな、くちゃくちゃもできる限り抑えようとはしてる。でもね、最近やっぱこのマイク使ってたり、ここにあれつけたいねん、アフロつけたいねんけど、うん、アフロいつも買い忘れんねんけど、多少くちゃくちゃもね、収まったりもしたりするし、あと、ね、その音声加工視野できんこともないとは思うねんけど、今度そうなるとね、音声聞きづらくなったりする。ま、機械でそういうの落とすんじゃなくね、癖もなくしていかなあかんとは思うねんけどもね、それを一生懸命精一杯、言い訳がましく言い訳することよりも、まあ、できる限り自分で努力する方がいいんじゃないのかなって。そこは黙って変わってりゃ、だから何ヶ月後かに見て、あ、変わってるなって思ってもらえればなと思って努力はしてんねんけどね、なかなか伝わらへんのかな。はい、まあ、そういうことやねんけどね、そういうことやと思います。で、謝罪動画ね、昨日一昨日ぐらいに上げてると思うんで、うん、そちらもご覧いただければと思います。はい。で、あとぶら下がりで平さんが、同感です。はい、ありがとうございます。で、はい、同感という意見でやるんで、ちょっと今は、この辺ちょっとはしょっときます。まゆさん、献立は子供ちゃんのリクエストとかで夕飯を作ったりしますか？してますね。うん、だいたい、冷蔵庫と、相談しながら、まあ、作んねんけども、あっちゃんね、1週間に1回ぐらいお買い物行くんねん。で、ある程度は冷凍させて、ここ2、3日で食べる分だけ冷蔵のとこ入れてやんねんね。で、その中で子供に、今日何食べたいってまず聞くの。で、こんなん食べたいとか、あんなん食べたいって言ったら、あるものでできるものはします。もしない場合は、来週、また買ってきてするわなって感じでやってんねんね。で、子供のリクエストばっかり聞いてると、大体偏ってくんねん。唐揚げ。夜は大体唐揚げ。とんかつ。
な感じで、昼何食べたい、土曜日とかやったらね、だいたいもう9割ぐらいの確率でオムライスはい、オムライス、またかよって感じでね、オムライスで、時々チャーハンそんな感じで、パスタ食べたいとかね、そんな感じでね、まあ、できる限り子供の意見はリクエストは取り入れてんけども、そればっかりではね偏っちゃうんで、時々違うもん作ったりもするね。で、意外とね、うちの子、上も下もやねんけども、煮物が好きやねん。で、煮物って時はね、でも煮物も好きやねんけども、なかなかそのなんていうのかな、こんな煮物、今日は煮物しようかって、今日は煮物の気分じゃないとかいう時もあんねんね。だから煮物の準備してても急に違うもの、それを炒め物に変えたりはする時あるけどね。そうか思って、何も言わへん日に煮物作ったら喜んで食べたりするんね。で、昨日も、サバの塩焼きと、出したんね。魚ね、骨からどんどんめんどくさいから言ってんけど、尻尾の方、骨の少ないとこ出したら、喜んで自分で取って食べてたからね。うん。お魚も好きは好きやし、お肉も好きやし、煮物も好きやし、うん、で時々ね、肉じゃがが食べたいっていう時もあるんだけどね、まあ、そんなこんなでね、一応まあリクエストは聞いて作ってます。はいはい、ピッタンさん、おはようございます。おはようございます。はい、ピュアちゃん、狂犬病以外のワクチン打ってますか？5種とか7種とかあるじゃないですか。これ毎年なんか分からへん、あのね、みんな勘違いしてると思うんだけど、ピュアちゃんは今はあっちゃんのワンコじゃないのね。お父ちゃんちのワンコやねんね。お父ちゃんが管理してくれてね。お父ちゃんも獣医さん連れて行ったりとかいろいろしてくれてるからね、わからへんね。で、まあ昨日ライブでちょっとそんな話になったんで、昨日の今日なんで、ちょっとまだ聞けてないねんけどもね、またね、お父ちゃんに聞いて、確認しておきます。はい。ちょっとね、七種今後は怖いのよな。またそれいつか話します。うん。で、かなちゃん、チャオでーす。はい、質問コーナー、飽きた。だって質問コーナーやりすぎ、ありすぎで質問することないと思うよ、みんな。あるかな？質問コーナーね、結構みんな質問があって、毎月1回やってくれっていうリクエストが多いのよ。うん、ずっと前からね。で、去年のね、いつぐらいからか忘れたけど、だいたい毎月1回やってね、12月はでけへんかったんかな、ちょっとバタバタしてて、そんなんやねんけども、去年の夏過ぎぐらいからかな、毎月1回だいたい質問コーナーやってんねんね。うん、結構好評なんです。で、今回も、今日これ、朝9時に上げて、今12時。だから3時間で、70件以上の質問が届いてんねんね。今だからちょっとこれ、今2本撮りしてるから、ねけど、上げて今3時間目で、質問が87件来てるんね。だから意外とね、質問コーナーっていうのは好評で、あれなんです。うん、まあ、質問なかったらわざわざね、聞いてくれんでもいいんだけど、なんか質問あったりとか、で、質問コーナーで楽しく絡んでくれてもいいし、あっちゃん結局ね、コメント欄でみんなにお返事することも一切でもないけども、もうほとんどやめてんのね。だから質問でないと、みんなのね、コメントにお返しできへんからね、質問コーナーで、あっちゃんからお返事が欲しい質問があればと思って質問コーナーやらせてもらってます。でもちろんライブ増やしてライブでも答えるし、どっちでもいいねんね。ただライブをやるとみんなの意見が開いへんねん、流れていくからコメントが。で、今後、今まだこんなんやけど、今後もっとね、コメントとか視聴者さんが増えてきたら、もうコメントすら見れなくなって、一方的あっちゃんしゃべりになるライブになってくると思うんでね。そうなるとね、またみんなと交流取れるところがないんで、質問コーナーをやらせてもらってます。で、まだ今のところね、質問コーナー、1ヶ月かかってでも全員に答えさせてもらえるぐらいのね、質問数やねんけども、これも質問コーナーの数が増えてきたら、すべての人に答えられへんようになってくるかもわからへん。うん、その時はもうみんなに仕方ないんだけど、あっちゃんが厳選した質問にしか答えへんようにしていかなあかんかなとは思ってます。まあ今のところね、なんとかこなせるところはこなしていきたいと思います。で、質問コーナーじゃなく生ライブをやってほしい。ショートでもいいから。できればね、ライブも楽しんで、ライブも増やしていきたいと思ってます。うん、はい。で、そしたら視聴者同士の会話もできるし、あっちゃんとの会話もできるし、あと、生電話ライブも楽しむ。あ、生電話ライブね、今ちょっと考えてんねん。みんなやっぱり、昨日のライブは、昨日って、あれですよ、月曜日、6日のライブは、何人かね、電話、4人か5人か忘れたけども、電話かけてきてくれたし、前回も何人か電話かけてくれたし、キティちゃんからもかかってきたしね、結構楽しかったんけども、やっぱり電話番号を明かすリスクもあるし、で、電話代のこともあるし、そこもうまくね、
なんかできたらスカイプとかなんかができたら面白いかなと思って検討しとんだけどね。いつかまたその電話のライブ、生電話ライブ面白そうやからね、やりたいと思ってね、うん、また近いうちそれやります。はい、近いうちやりますって言うとるこの動画が上がるのが9日に上がんねんけど、それまでに捨てるかもわからへんねんけどね、あれは楽しいです。はい、ということでね、うん、また生電話ライブしましょう。はい、で、あ、そうそう、私の名前いい加減覚えたよ、かんなちゃん、かんなそらさん覚えた、ごめんね、うん、まあちゃんほんまね、名前覚えるの苦手やね、うん、もう ピコ太郎でさえさ、あのポコ太郎って覚えててん、ずっとで子供にずっと笑われてて、ポコ太郎って言って誰やねんって言われとって、もう倉太郎じゃなくね、ポコ太郎って覚えとったぐらいになっちゃうからね、うん、はい、倉太郎のかんなそらちゃん覚えてます、覚えました、ごめんね、はいはい、ということでね、うん、次行きましょう。810MK さん、ここまで嫌われてる人見たことない、ある意味才能だけど、哀れ、何様、天の弱、ほら吹き、ぴったりな言葉たくさん見つけたよって、もうアンチで結構810さんはアンチやと思ってないよ、うん、810MK さんってすごい初期の頃から見てくれてるし、なっちゃんしてる長年の付き合いやからね、810MK さんって言ってることね、哀れとか、ほら吹きっていうのはまあその810さんの考え方かもわからないけど、何様、お姫様でございますはい、天の弱はねぴったりです、天の弱でございます、うん、それも自分も認めてる、うん、であっちゃんから見た 810MK さんはアンチっていうか、言葉悪いけどあっちゃんのことが好きでずっと見てくれてるファンの方やってずっと思ってるし、うん、嫌味たらしく人に言葉、ひどい言葉を投げかけるのに、離れていかないあっちゃんのこと好きな人じゃないのかなって思って、愛情を込めて、これ愛情込めてんねんで、嫌味じゃないで、うん、そう思ってあっちゃんのファンの人やってずっと思ってます、うん、だからね、あっちゃんいつ言ったかな、いつかのご飯動画で言ったと思うんだけど、ほんまに嫌いな人がね、テレビに出てきたり YouTube に出てきたら速攻消すねん、あっちゃんは。だからみんなも嫌やねん。でもこれだけ長らく見てくれてるっていうのは好きでいてくれてるんやなってあっちゃん思ってます。うん、思い込みかもわからへんよ。でもあっちゃんはそう思ってるから嫌いじゃないです。ありがとうございます。はい、EBEKA さん、枝田さん、ごめん分からへん、名前ごめんね、間違えてたら、はい、枝さんやね、はい、あっちゃんいつも見てます、ありがとうございます。料理など参考になることもあるんだけど、アンチや嵐へのコメントって無視できないんですか？私はよく癒されに来ているのに、あっちゃんが怒鳴り散らしたりするとすごく嫌な気分になります。ごめんなさいできる限りね、なんていうのかな、もうそういうのに介入しないようにさろうと思うね、しようとは思ってんねんけどもね、やっぱりね、アンチとかの意見もね、その人があっちゃんにぶつけてくる愛情やと思うから、愛情にはお答えもしたくなってしまうねんね、うん、だから、まあ、できる限りのスルーっていうのはちょっと失礼かなとは思うねんけど、できる限りやっぱりね、アンチ意見にはどないかお答えしていきたいと思います。で、嵐はね、もう迷惑以外の何者でもない、あっちゃんだけじゃなくね、見ていただいてる視聴者さん全てにおいて迷惑やと思うから、嵐の行為をする人に関してはもうブロックなりスルーなりして、でスルーではみんなに迷惑かかっちゃうんでね、ライブなんか特にスルーしてたら調子に乗って何ぼでもコメント流すでしょ。実際ね、見てほしくて書いてくれてるコメントとか、あっちゃんも見たいコメントとか全て流れて読めんくなるからね。でそれをまた戻して、カーソルで戻して読んでたらすっごいタイムラグできちゃうねんね。だから嵐は一言だけ声かけて、もうダメだよって声かけて、しつこかったらブロックする。もうね、一発バンしてる人もいてんねんけどね、一発で消すのも、その人もやっぱり嵐してたけども分かってくれる人もいてんのよ、やっぱり、うん、今まで何人かね、嵐に来ててんけど、ライブを最後まで見てくれててファンになってくれた人もいてるからね。だから嵐の人も無限に扱うのもどうかなと思ったりするんだけども、甘いでしょうかはい、まあね、うん、そんな感じでやっていきたいなと思ってんねんね、うん、で、
そして、冷凍のものを揚げる時のコツがありますか。私はいつも丸焦げで中に火が通ってなかったですね。火加減も調節してるのにな。冷凍物ね、あっちゃん結構ね、上がる、中まで上がってるけど、まあ黒くはなんねんね。で、丸焦げとまでいかへんねんけど、火加減、やっぱ火加減かもわからへんね。で、どうなんやろね、これだけは難しいけどね。あっちゃん結構まあその辺、中がね、火通ってないってことはめったにないねんけどね。だいたいね、冷凍物って表のパッケージに何分って書いてあるでしょう。あれ結構ね、参考になって参考にならへんとかあって、だいたいそれぐらいでね、外が黒くなってくるっていうのは温度が高いんやと思うねんね。で、ある程度ね、火加減を固定でやっちゃうと温度が上がりすぎてまうねんね。だから本場は温度計のついた天ぷら鍋で温度管理しながら、でその指定の温度170度とかぐらいで保てるように火加減調節して、その指定の分数上げるっていうのがベストらしいねんけどもね。あっちゃんめんどくさいからフライパンで上げるんだけど、でフライパンでね、揚げ物が半分ぐらい浸かる状態でやったらね、フライパンにくっついて焦げる場合があんねんね。だからオイル多いめの方が、オイルって揚げ油多いめの方がいいねんけど、あっちゃんそこもったいないのと、あれで半分でやんねんけど、半分でやったらね、意外と中がね、火通ってないことはないのよ。だからその辺かな。あんまり、コツとか考えたことないねんけど、トライアンドエラー、やってダメならまた違うことやりましょうっていうことが、うまくなっていくコツちゃうかなと思います。頑張ってください。あっちゃんも頑張ります。ね、揚げ物うまくね、なかなか綺麗に揚がるの難しいんで。はい。次、坂田蘭さん。はい。坂田蘭さん。ごめん。はい。収入です。収入じゃ質問です。収入って YouTube だけですか？いえ、オイルの方もあります。オイルの通販もあるし、あと時々ね、アルバイトしたりとか、アルバイトっていうか、ちょっと手伝ってっていう時にもらったりとか、まあ、ご飯を持ってもらって終わったりとか、まあねけども、そんなのがあったりとか、です。で、あと、まあね、いろいろあります。アフィリエイトとかね、まあ、そんなのもいろいろあります。で、あとワクチンお願いだから受けさせてください。体調悪くなることもあるかもしれない、しまいませんが、打たなかったらワンちゃんがもっと辛い思いするとしまう。あ、これ、お父ちゃん、さっきも、誰かの質問でも言ったけど、ピュアちゃんね、みんな勘違いしてるけど、あっちゃんが飼ってるワンちゃんじゃなく、お父ちゃんが飼ってるワンちゃんね、お父ちゃんが飼ってて、お父ちゃんがね、獣医さんのとことか連れて行ってくれたりしてるんでね、また聞いときます。わからへんのでね、また、ライブで適当なこと言ったけど、適当って、まあある意味あっちゃんが思ってること適当に言ってるだけやね、正直ライブってね。だから分からへんけど、お父ちゃんに聞かんとほんまの確実なこと分からへん、また聞いときます。はい。あと動物病院について儲けしか考えてない人ももちろんいます。でもそれは一部、そうあっちゃんは動物病院が儲けしか考えてないとは言ってない。うまく伝わらへんかったんやったらごめんなさいやねんけども、狂犬病ってね、1ワクチン100円程度らしいねんけど、あれで3000、4000取って、で義務付けになっているのは日本獣医師会が儲けを取るために姉の行為がやめられへんって言われてるってよ言われてんねんね。でオーストラリアでは狂犬病のワクチン禁止やねんね。でイギリス、オーストラリアとか台湾とか、あとどこやったっけな、日本ももちろん、そういう島国ってね、他のところからいろんな動物が入ってきゃへんから狂犬病ってもう今ないねんね。で何年も30年か40年かぐらい前に狂犬病でも絶滅してるらしいね。日本では狂犬病時も出てないらしいね。で逆に言ったら、狂犬病のワクチンによってワンちゃんが亡くなるのがだいたい 5、6%、 だいたい100匹に5匹から6匹亡くなるらしいねんね。そのリスクを考えたら、それはしない方がいい言うて、オーストラリアでは狂犬病の予防接種禁止になってんねんね。イギリスも任意接種になってんねんね。だからそういうのも聞いたし、もうそれを伝えたかってんけども、うまく伝わらへんかってんけども、それもね、いろいろね、それ詳しい獣医さんから聞いた話で、ねんけど、うちいつもね、ピュアちゃん連れていく、獣医さんね、3軒あんねんね。なんでか。で、近所と隣町と、もう一軒、ピュアちゃん買ったところの、
ペットショップのところで紹介してもらった獣医さんと3軒やんだけども、あっちゃんはここ の, あのペットショップが紹介してくれたところ連れて行ってて、お父ちゃんは近場のところと、隣となりましたところ連れて行ってくれてんだけどね、その近場の獣医さんはあっちゃんお仕事してた時のお客さんやからよく知ってんね。でみきちゃんともね、故郷が一緒やからね、福島の出身の人でね、すごく仲良くなっていろいろお話ししてね、よく知ってる人で、ものすごくいい人です。で、まあ、儲けとか、まあ、儲けはまあ度外視かどうかわからへんけども、その儲けとかじゃなく、ほんまにねワンちゃんのこと心配してくれてね、入院させてくれたりもする、すごくいい人です。うん、そこもね、近場にあんねんけどもね、ピュアちゃんのその、いろんなこと知ってる、生まれた時から知ってる獣医さんがそのペットショップが紹介してくれたとこやねんけども、そっち連れて、あっちゃんはそっちの方をねよく連れていくね。で近場のところも時々連れていくねまあまあまあややこしい話やねんけど、そんな感じでね獣医さんが3軒あって、お父ちゃんはその近場とこの隣町のとこ連れて行ってくれてるみたいで、隣町のとこの獣医さんはお父ちゃんが知ってる人やねんね、すごく昔から前のワンちゃんからよく行ってたところで、おじいちゃん先生やねんけど、で近所のところの人は結構ね、おっちゃんとおばちゃんがやってんだけど、すごくいい先生、優しい先生やね。だから獣医さんもね、ほんまにペットのこと好きでやってられる人もいてるし、本当に儲け考えてね、ダメって言ったらあかんけど、ひどい先生もいてるけどね、そこはまあ見極めやんとあかんと思うねんけどもね、と思います。はいな感じでね。で、自分の中で思うだけなら構いませんが、いろんな人が見ている YouTube で発言するのは控えた方がいいですよ。逆にね、いろんな人が見てるから、いろんな意見があって当たり前やと思うね。だからそれに対して、確かにその、なんていうのかな、いろんなことあるけども、言論の自由っていうのが日本の、いいところやねんね。だからどんな意見があっても、それはその人の意見やと思うね。だから、一つね、今言ってみたら日本の国政にしても第一政党が正しいっていう人もいてるし、第一政党が嫌いやダメやっていう人もいてる。でね、どの議員さんがいい、どの議員さんがダメ、芸能人でもそうやねん。みんなアイドル見て可愛いかっこいいファンっていう人もおるからけど、そいつ嫌いやねんっていう人もいてる。それを言えへん世界っていうのはおかしいと思うね。あっちゃんは言論の自由、それを貫きたいから好き勝手言ってます、それに対しての反論はあって当然やと思う。でも言論の自由である国で言論統制されるのはおかしいと思う、だからあっちゃんはそういうね、あっちゃんの嫌いなものは嫌い、こう思うことはこう思う、だってそれはあっちゃんがこう思ってるだけのことやから、それをみんなに思ってくださいとは言ってない。あっちゃんの思ってることをただ単に動画で言ってるだけのことやからね、それでいいんじゃないのかなって今思ってます。はいダメなんかな、もしそれに対しての今回このね、あちゃん自分が思ってることを好きかって言える言論の自由が言えるのが日本の良さやと思うんだけど、それになんか反論があればコメントください。はい、読ませていただきたいと思います。はい、夏木さん、さっきも書いてくれたけど、あっちゃんママドールって YouTube で調べてください、面白いですよ、カッコ省いてください。はいはい、可愛い女の子が出てきてママドールを食べてました。あっチャンネルの宣伝ありがとうございます。ついでやから言うとくけども、ママドールね、めっちゃ美味しいよ。ママドールって検索したら多分ね、本元が出てくると思う。そこからね、通販できるはずやねんけど、ぜひ食べたことない人食べてください。めちゃくちゃ美味しい。ママ、ママ、ママドールっていうね、ミルクたっぷりママの味。ママの味を、ぜひ食べてください。ミルクで美味しいよ。いらんことで歌を歌ってしまうんだよ。ママママママドール大好きなのかもしれない。本物はね、みきちゃんとか遊びに行った時に一回だけ見たけど、はい、ということで、奈良ではやってない CM です。で、福島限定のメーカーお菓子です。めっちゃ美味しいです。はい。で、123-1233、素朴な質問失礼します。あっちゃんいつも使用されている包丁ですが、すごく切れ味がいいように向けられるのですが、毎日研いでおられるんですか、それとも単純にあっちゃんの、力技ですか。一切力は使わない、めちゃくちゃ切れるな、あの包丁怖いぐらい切れんねんけども、もともとね、まあまあ切れる包丁やってんけども、研ぐやつ、なんていうの、包丁研ぎ、あれがね、こんな棒みたいになっとって、シャキ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 って荒研ぎして、裏側の本研ぎでシャキ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 ってやんねんね。あれを5回から10回、また、反対か5回から10回、それを裏返して本研ぎ5回から10回ずつやると切れ味が戻んねんね。包丁がいいのか研ぎ機がいいのか分からへんけど、すごいよ。もうなんかこう食材に包丁ポンと乗せるでしょ、スーッて引いたら切れんねん、研いだ後ね。
で、毎日研いでない。切れ味悪くなったら研ぐねんけど、だいたいね、1週間から10日、もっと持つかな。骨とか切ったりしたらやっぱ切れ味落ちたりとかするね。で、油も肉とか切ったら、やっぱり油付着したら切れ味落ちるんだけど、その時はキッチンペーパーで拭いたりとか、一回洗ったらまた切れ味戻るね。でも、切れ味自体はだいたい10日、もっとかな。下手したら1ヶ月ぐらい溶かへんよ。でも切れる切れる、うん、で基本は売れたトマトを切れるかどうかっていうのがあっちゃんのもう包丁の研ぐ基準やね。だからやっこい売れた方トマトとかに力入れずにポンと乗せて、ほんまだから包丁をねこう持つんじゃなくこう持ってトマトにポンと乗せるね。でスーッて引いたらスパーッて切れんね。それがあっちゃんがベストな状態の包丁のコンディションやと思ってます。そんな感じでね、要はねいい包丁もやけども、いい研ぎ機やと思います。だから包丁自体そんな高いなかったん。あれ3000円ほどの包丁やねん。研ぎ機が同じぐらい、3000円か4000円ぐらいしてん。うん。そのセットでバッチリ十分です。で、あれ、なぎり包丁っていうのかな、普通の包丁やけど、あれで魚の骨から刺身さばくんから、冷凍もん、冷凍のね、ブロック肉切ったりとか、で、パン切ったりも、あの包丁一本やねんね。パンなんかでも、こう、スパーって切れんねん。ボロボロってならへんし、力入れやんでもね。うん。だから、プロゴルファー猿やないけども、一本でこなしてます。よっぽど硬いね。叩き切らないだけ、手羽包丁で刺身ちゃうごっつい魚、スズキとかさばくときはガツン切るときあるけど、それ以外はもうあの包丁一本です。はい。一遍ごっつい骨切ったったら切れんくなんだけどね。そんな感じです。うん。はい。で、ひよこさん。数珠と念珠の違いは、調べても大差はないと出てきますが、あっちゃんの言う違いとは、以前ライブで違いがわからないのは恥ずかしいと言ったり、その次のライブではあっちゃんもようわからんと言ったり、どっちなんですか気になる。数珠と念珠の違いって結局ね、今つけてるのこれ見てわかるんだけど、これ、本念珠やねんけども、100やつ玉があるのよ。ね。100やつ煩悩の数ね。で、お経も108回唱えんねんね。それすんのに数えんねん。これ一節目二節目三節目って数えるために使うのが数珠って言われてんねんね。念珠っていうのは何かっていうか言ったら、そのお経を唱えるために今作ったこの数珠に誕生日とか名前とか自分のそのいろんなのを考慮した上でどういうね古木を使うか、どういう、これ、目のちゃう、これ何やったっけな。琥珀か。ちゃう、目のか、忘れた。聞いたけど忘れた。そんなんを入れたりね、して、人によってこういうのを作り変えたり、ここのね、房の形とか、房の色とか、ね、このこれとか、ぼんぼりみたいなやつ、こんなんとかを、その人に会って作って、念を入れたものを念珠っていうんだけども、だから、数珠っていうのは単なる、おはじきみたいなもの。お坊さんとか、そのお経を唱える人がこうやって数えるためのものを数珠。で、それに念を入れた、その人専用のものを念珠っていうらしいね。うん。でも、うろ覚え。そんなもんらしいです。で、これが、数珠やねんけども、で、数珠に簡易の数珠があって、これ100やつやねんけども、だから54粒。で、26粒って言って、これの、倍数にして数珠って作っていくんだけど、これが本格的な本念珠やねんね。うん。らしいです。うん。あっちゃんもはっきり詳しいこと知らん。ちゃんと聞いとこう。わからへんねんけどね。うん。そういうことだからみんなね、数珠ってこんなんつけて数珠って言うけど、こんなん数珠でも何でもない。こんなんブレスレットです。うん。だから、数珠とか、まあこれも念入っとったらあれねんけども、まあ念入れてもあれねんけども、それよりも数珠っていうのはその数が決まってんねん。言ったら、その数えるもの。だから数に、あれなんていうの、スタックの数、数珠って書くけども、数を数えるため、だから数珠って言うんだけども、数って書いて数珠って言ったり、うん、言うんだけども、数珠としては数珠って言うらしいね。うん。で、それは数を数えるためのもの、おはじきみたいなもの。それが数珠らしいです。で、それに念を入れたら念珠らしいです。うん。そういうことをやって聞いたはずです。また聞くわ。詳しくね。この前ちょっと用事があって、いろいろ調べてたらね、うん、いとこもなんか後継いだみたいなこと言ったから、はい。
ということで、次の、ホットケーキさん、お前はバカの一つ覚えみたいに質問動画ばっかり出して頭は大丈夫か正常ですか、うん、こんな言葉遣いをね世界配信のところに書くあなたは正常でしょうか。いや、いらんこと言わんとこ。はい、質問じゃないんで、割愛しておきます。はい、ね、あんまり読むとね恥ずかしいもんね。はい、質問です。はい、ジャニーズのオーディションに合格した件について詳しく聞きたいです。お願いします。質問を消さないでね。質問をする時の態度じゃないんで、うん、質問する態度で聞かれたら答えてあげましょう。はい。またまたホットケーキさん。なんで自分の顎にワクチンを打たないんですか？質問でもないし、面白くないです。はい。もう2、3個言っときましょう。上田明子さん、得意な料理は何ですか？得意な料理はね、あっちゃん得意料理は、イカスミのパスタとか、イカスミリゾット系、イカスミのちょっとイタリアン系が得意です。はい、めちゃくちゃ美味しい。結構好評なんです、これ。うん。手間食うねんけどね。うん。で、私も、1月から、結婚してまだ3ヶ月で、旦那さんと13歳離れて、ワンパターンになりがちで、はい、今私がダイエット中のため野菜とか取るんで旦那さんには野菜も飽きるかなと思い、確かにね、難しいね、飽きちゃう人もいてるかもわかんない。逆に言ったら、まだ新婚さんでね、ラブラブやったらね、奥さんの手料理が全て美味しく、うん、嬉しく食べられる。あっちゃんも自分で作って自分で食べてたでしょ。で、みきちゃんが作ってくれたらいろんなもんが美味しかった、うん、で嬉しかった。今まで自分で作ったり買ってきたもんしか食べてなかったのに、いつも家でね、家守ってくれて愛する人が作ってくれるものは、すごく美味しく感じるし嬉しかった。ただやっぱり毎日同じ野菜ばっかりやったら飽きちゃうかもわからへん。だから旦那さんのね、体力維持とか、やっぱり働いて体力使ったら疲れたりもあるから、お肉とかお魚とかそういうのも出してあげたらと思うね。で、あきこさんがダイエットするんやったら旦那さんにはダイエットメニューじゃない、そういうのを出してあげるっていうのもいいと思うし、逆に言ったら旦那さんも一緒にダイエット付き合うんだっていうんやったら一緒にもう食べたらいいと思うしね。そうやってお料理もね、楽しくやっていったらワンパターン化せえへんのちゃうかなと思います。で、お野菜もね、同じお野菜ばっかり使ってたらワンパターンになるんで、時々ちょっとね、ルッコラとかバジルとか、ちょっとね、大きめのチェーン店スーパーとか行ったらね、そういうハーブコーナーもあったりするんで使ってみたりとか、あと温野菜にしてみたりとか、彩り考えたりとかしていったらね、ワンパターンじゃなく楽しくなってくるかもわからへんけど、で煮物、炒め物、サラダだけじゃなくね、煮物、炒め物とかで野菜をメインにしていって、で一緒にね、煮物とか炒め物とかでお肉とかお魚とか一緒に使って、イカとか使ってやって、自分だけお野菜食べて旦那さんにそういうのをあげるとかで、パターン化していったらね、だから肉じゃがとか作って肉はね、旦那さんに食べてもらって、じゃがいもとか人参だけ食べるとか、そんな感じでやっていっても楽しいんじゃないかな。あと旦那さんに何食べたいって聞いて、でそれに近いものを作ってあげるとか、みきちゃんそうやってあっちゃんに今日何食べたいって言ったら、こんなん食べたいって言ったらリクエストに答えてくれたりするんだよね。そんな感じにしてたら楽しいんじゃないかなと思います。はい。で、ドンキャンディさん、こんにちは。こんにちは。はい、2月15日に愛車募集しますって動画を上げましたが、どのくらい集まりましたか？また動画が上がるのはいつぐらいになりますか？今のところね、何台やったかな、全部の数は把握してないねんけども、7台か8台ぐらい今集まってます。で、もうちょっと集まって、ある程度のね、動画になるぐらいになったら上げたいと思います。で、一人の車を何秒か紹介しながら、そこにあっちゃんがその車に対してのコメントを入れていったみたいな動画を作っていこうかなと思うねんけどもね。うん。で、その前にね、あっちゃんの動画じゃない、あっちゃんの愛車も紹介も入れていきたいと思うしね、またもうちょっとお待ちください。うん。リクエストされてすぐにはなかなかできへんのでね。うん、またいずれします。はい、もうちょっと待ってね。はい、
ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、あちゃんもお昼ご飯食べてきます。ではまたね、バイバイ。